検証挑戦開封のギー本日は7月2日でございます。7月2日。えー、こちら。こちら。やっと受け取れました。ずっと出かけてたので、健太の病院とかがあったりとか、いろいろ出てたので取れなかったんですけど、こちらは、うちのご飯、 キャンペーン事務局。アルファから来ましたね。岡山南郵便局の。はい。で、開封。なんかあの、なんだろう。マトリーシカみたいなやつ。うん、どんだけ封筒があんだよみたいなやつと同じやつなんかなぁと思ったんですけど、違いますね。検証なんか、の、地味になんか違うやつが当たってる。うん。 地味に違うやつが当たっています。ものすっごい嫌な昨日は雨だったんだけど、なんか、晴れてますね、本日は。なんだろう。はい。KO ストアキッチンコートキッコーマン共同企画家族が喜ぶおうちごはんキャンペーン当選。これはね、確か、えー、こう、うちのご飯を買って で、野菜を買って、みたいなやつだと思う。それで500円以上で1000円やったるみたいな。私は別にうちのご飯のなんか元がなくても、全然大丈夫なんですけど、で、ちなみに、うちのご飯でよく買うシリーズは、ナスの肉味噌炒め。 あれ、よく買います。なぜかというと、森高千里が CM やってる時に、あの、多分松中の前森高だと思ったよね。あの時になんか、茄子の肉味噌一旦麺とかしてやって言ってるやつを、ニヤニヤして見てたやつがいたので、そのインパクトがすごく強くて、新商品とかすごいいっぱい出てるんですけど、どうもあればっかり買ってしまうっていうね。 あの、まあ、できればね、全然いつも自分が作らないような、なんかあの、あのタイトルとか、あのパッケージで、マンネリ料理から脱出できるチャンスとか可能性はあるかもしれません。野菜炒めとかも、単純にいつも、あの、炒めて、塩ョウで炒めて、ちょっとオイしさソース入れるだけみたいなやつから、ちょ、ちょっとなんか味がちょっと、 ちょっと違うじゃないですか。まあまあいいと思いますよ。あの、元を使うから料理が下手とか、うまいとか、そういうんじゃなくて、あの、こうなんてい,いろんなバリエーションでの味で料理ができる方がいいと思うので、あの、すべてがすべて全部手作りするからいい人とか、あの、そういうわけじゃないです。万人が受ける味とか、こういう料理今流行ってるんだろうなとか、 ああ、こういうのとか、どんどん新商品とかも出たりとかするので、そういうのは真摯にね、受け止めてどんどん取り入れていく方がいいですよ。あの、流行ってる美味しいレストランとかって、新商品がずーっと定番ずーっとやり続けるんじゃなくて、すごいなんかあの、いつでもなんかこう、コロコロ変わるところがあります。うん。はい、で、慶応は、これなんですよ。500円の券で、 かつえ、期限があるっていうね。それがポイントです。あんま行かないんだけど、あんま行かないんだけど、でも、うーん、なんか、行きましたね。近くないけど当たるっていうのは、あ、でも近いのかなぁ。まあ、近かないと思うよ。横浜に KO ストアってないので、あ調べてみていただけるとわかると思うので、 が、私はですね、KO ストアに行くときは、ものすごくあの、苦労するんですよ。あの、電車乗らないから、車で行くんだけど、あの、KO ストアってむっちゃ駐車場のアクセスが悪いのよ。すごく。なんか、駐車場が利用しやすい KO ストアってないんだよ。小田急も KO も。なんか駐車場が変。 そういうのはね、ちょっとね、スーパーとしていまいちだったりするんだよね。買いづらい。うん、京王園線に住んでる人だったら、まあそんなこともなく便利に使うかもしれないけど、私なんかのケーマーとして、検証のためにわざわざ言っているものとすると、ちょっと大変でで。価格的には、全然あの、安いスーパーではないので、駅直結の 利便性を追求してる、まあ、スーパーにありますから、土地の価格が、やっぱ駅前の、駅直結とか、駅前とか、あのー、は高いですから、高いところで出店すると、やっぱ郊外型よりも、あの、価格が高いのも仕方がないかな。 とは思いますあの結構ねスーパー同じスーパーでも値段が全然違うのでそこねいつも買う商品とか覚えやすい値段とかは3桁ぐらいはね把握して覚えてると。 あのなんかこうお金にけちるために覚えるんじゃなくて脳トレのためにボケないために3桁ぐらいは覚えるといいかもしれませんそれは発展させて4桁を覚えられるようになったりとか6桁12桁覚えられ,られるようになっていくと結構あの頭の回転が良くなったりしますあと子供とかに数字の記憶とかをやらせるとあの結構頭の回転が速くなるのであの 何にっていう、抜本的に何にっていうわけじゃないけれども、やっぱり脳を頭が、こう切り返しが、こう判断力がつくようになった方が、何があってこうでってなった時の、なんか、うんただぼーっとしたあ、どうしようで指示待ちでいくよりは、自分で決断して、あ、これがダメです。あこ、こうしよう、ああしようって、あの、動ける方が全然いいので、あの、まあ、これは、右脳の,の、 開発にも数字の記憶ぐらいは、あの、あるので、ただ右脳を鍛えるレベルだと12桁覚えていく、その数字を、12桁の数字を覚えるとかってやっていかないと、まあ、3桁、4桁ぐらいじゃ、あの、右脳はあんま動かないかな、みたいな感じでは思ってたりとかします。はい。あの、うん当なんかボケないように、 結構さ、どうでもいいこと本当に忘れるからさ、いや、マジに、いや、ま、4年前のこと忘れたのかって、いやいや、4年前は結構忘れるでしょ。え、今朝食べたご飯を忘れる人も、ぼちぼちいると思うよ。私はご飯食べないので、あご飯食べないっていうか、朝、昼と食べないタイプなので、あの、まあ、ぼ、うん、1週間で何食べたか覚えてないっていうのも、結構あるあるだと思うよ、あの、 中高年あるある。え、あの、昼食べた、朝食べた飯覚え、覚えてない。昼食べたもの忘れたとかあ、昨日何食べたかしらぐらい、人間ってそんなもんなんだよ、全く。マジに。何が言いたいのか、わかんない。わかんなくて結構です。なんかすごいね、いっぱい、まあ、月末なので、6月の末とか、なんか、郵便と、 議決権の後は、その、決議通知の山だったりとか、いろいろあるんですけど、株主主体系のものとかもすごいんですけど、あまり株主義体系を開封したのも面白くないので、あとは私、あの、ストーカーに狙われたくないので、一切言いたくないんだけど、ぼちぼち、やっぱ検証で行き詰まったらさ、しゃあないやん。シャープ上げてさ、これですってやるぐらいさ、その辺はアバウトに、うん。 まあ言う時もあれば、でも全部は言う気はないし、っていうそんな感じです。これはですね、この会社の、私はあの、プレゼントみたいなやつが期待してたのに、うん、ない、ちょっと、ちょっと、あの、冊子が入ってると思ったんですけど、冊子じゃないので、 紹介。見、見たいですかいや、でもなんかあの、なんかあの、こう、金の亡者のさ、株のなんちゃらのやつに、あの、取り付かれたくないので、ちょっと見せません。ちょっと僕ね、これはね、スーパーアルプスで、あなた当たって、商品はビッグカメラから、 送りますっていう、なんか予告の風書が届いてて、それがなんか届いたんです。B って。ババアの B じゃなくて B。だいたいさ、ババアとかさ、あのさ、まあ、まあ私なんかもハゲってさ、結構気安く言ってるけどさ、ハゲてる人は相当気にしてるのかもしれないんだけどね。あの、ババアとかさ、見た目とかをさ、なんかど,どうのっていうのがね、良くないよ。 自分も含めてちょっと気をつけなきゃいけないなと思って。でも女性は、あまりほら女、男性ホルモン、男性ホルモンが強い人がハゲるわけじゃんでも、そ通な、なんかもう遺伝的でさ、どうにもならない人にさ、ハゲとか言ったら、それはなんか、私にとってハゲは割と、いい、いい、いいというかな、交換、ハゲってすごいなんかケチじゃないし、男気があったりとかするから、いい人多いんですよ、本当に。 で、ハゲちゃんとかですげえこうなんかハゲー、好意的に言ってても、相手、受け取る方の相手はすげえ嫌なのかもしれない。逆にあのデブとかも、なんかそいつからするとデブって美味しいものいっぱい食べてるから、すごいなんかあの、デブになるじゃん、みたいな。アフリカでは豊かの豊かさの象徴がデブじゃん。全然なんかデブっていうのは悪い言葉じゃないんだよね、かなんか逆に言われたら引っ張きたくなるからね。うん、<laughs> <laughs> ふざけんなよ。 もう、小学生レベルだよ。レーブと曲、ハーゲとかさ、バーカって言うの。でも口は災いのもとなんで、なるべく心がけていこう。お前は人のなんか、そんなの、なんか、スノーピー、スノーピーク、スノーピーって書いてあるのスノーピー。 何これあー、スノーピークのなんかマグカップとか言ってたけど、思ったより全然ちっちゃいんだけど、なんだこれ。これいくらとか値段書いてあるのかな納品書。全然読めない。値段書いてないな、ね。ど、どんなものなのか。スノーピーむっちゃ軽いです、これ。これキャンプツです。 あのー、私は、ちょっと、キャンプ用品を検証で当てて、えー、全部、テントまで全部、キャンプの用品が当たったら、私、りょうすけと一緒に、あのー、キャンプに行こうかなと思って。りょうすけって誰よ勝手に名前決めてんだよ。あこれかあ、だからキャンプだから、すっげえなんかあれなんだ。あの、あマグカップ当たったようん。 これ。うすっげえ嫌な音。うわ、ん、嫌な音。キャンプだから、軽いんだよ、すっげえ。素の、すげえ軽いよ、これ。何ですか、これ、みたいな。うん、軽い。ああ、あいつね、こういうので、コーヒー入れて、えー、ってやってるから、これ。にお、にお 300。うーん。すっげカレー軽い。なにこれすっげカレー軽い。これいくらなんだろうそういうすぎて、下水ことチタンシングルマグ。あ、チタンか。色違いペアマグか。いや、二人で行きたいわけじゃないよ。あの、ちびすけと、りょうすけと、りょうすけの子供と、 チタンチタン何,何だっけタイトル忘れたチタンシングルマグうん今ちょっと価格をねいけますこれこれだこれだこれですこれえええっ3150円え 嘘だでしょこんなの。内入れ彫刻大込み。え、これ名前なんか入れんのこれ。えー、ええー、!14,850 円って。名前入れたらこんなもんが。嘘、マジ。え、これ450とか600とか300とかあるんだけど、私のは300なんですけど、 蓋は100均でいいですかとか3150円とかで2個なので6000円ぐらいだと思いますへえー、なんかね蓋が欲しいみたいねこれに私蓋いらないと思うすっごい軽いまあでもチタンなんでチタンってね軽いんですよあの時計とかでもさチタンの 時計とかさいやとかなんかえええ家にいる人は別にこれあってもどうなのって感じ、うん、でもまあチタンシングルマグ300いやこれ非常に軽量なって書いてあるよすっごい軽量ですよこれ あの、詳しいことが知りたい方はですね、これ、見てみてください。軽量かつ、丈夫なチタン製のマグカップ。軽さを追求したシングルウォールのマグ、んマグカップ。非常に軽量な上に丈夫なので、アウトドアに際、丈夫なのかか、あ、う、の、ん。 一枚板でできている軽量なシングル。ええー、そうなのあ、ほんとだ。そうか、そういうの見るとちょっと感動だね。握りやすい折りたたみハンドル。いいんだけどさ、握りやすい折りたたみハンドルの、ここにたどり着くまでのキーって音がなんか耳について、うー、寒、寒みたいな。わ、わかるその黒板みたいな、黒板みたいな感じ。うー。 この手触りが非常に黒板。うーん、黒板だよあ。この音が嫌だね、こら。この、この。ああうー何を結局やっちゃうの頭。<笑><笑>うん。 まあでもなんか毎日でなんか、なんかしら届いて、ちょっと良くないですかなんかしら届いて。いい、でもあんとこ二日連続なんどく何かしら届いて。あとこれなんだこれなこれな今、今届いたよ。何ですかこれは。 あーあーこれいや私ここのね建築がすごいあのアンケートプレゼントですよえ色何色だと思うずっとなんか紫が続いてたパープルかなやっぱりああもうパープルしかないんじゃねーの このむちゃくちゃいっぱい持ってるんですよ、これ。なんかね、意外といいよ、これ。あの、スープを飲むのにも良くて、で、カップスープ飲むのにも良くて、で、マグカップとしてはね、全然重い。ここに再計量のがあったとしたら、 これほんとなんかすげえ軽いよ。マジ軽い。でもこれすげえ重いんだよ。なぜかというと、もう見た、見るからになん熱,熱いでしょ。見るからに熱くて見るからにこれ2個いやこ。もうこれ持ってからこれ持つとめちゃくちゃこの差が。で多分ね、これも300ぐらいだと思うよ。あの、そこがこうシューとなっててでっかそうに見えてそうでもないっていう。ちょうど、まあ、カップスープを 作るのにちょうどいい大きさでございまして、これで何か飲んだことあるのかって言ったとか、カップスープくらいしか。私はあの、あんまり熱いお茶とか飲まないので、もう本当はね、あの体温よりも低い飲め物は飲まない方がいいんですよ。内臓とかのために。自分の体温よりも低いものを飲まない方がいい。あの、熱いものもっていう感じなんだけど、 あのー、熱すぎるのもダメじゃん。だけど、これねー、あと何なんかとにかく貯めてるんだよ。もうこれ、これはね、この会社が好きか嫌いかっていうさ、もうこれ、分かれるからさ、この、もう、レオくんとかなんか、もう分かってくれるのよ。ほどほどの家とかさ。 あのこう自分の家をまあでもサラリーマンとかだとさなかなか自分が思い描いてる家が、うん、一生に一つ建てられるかどうかっていうところがちょっとでも難しいことだったりとかするんだよだってさあのこのベースで建てるとするとあどれらやっぱそれなりの。 土地も必要なんだけど、まあ、土地というかまあどちらかというとアウトドアの、えー、に特化したような家だったりとかするんで暖炉とかがある、えー、だからあんまり狭い、えー、ね3 4 0坪の家に建てるっていうような感じではなく80とか以上のちょっとあの広い家に暖炉をつけて、うん、なんかそういうななんかあのなんだろう 都会になんか建てるイメージじゃないんだよな、なんか。すごい、だかキャップとか好きな人とかだと、それが系列で、まあ、スノーピークも好きやし、あの、釣りとかの、うん、ティムコとかも好きだったりとか、あの、このペスもその、こう、なんかこう回、回ってくるんだよ、なんか。なんか。うん な,なんかこう回ってくるこの好みっていうのかなここはある。あんまりなんかその詳しく語れるほどのあれではないですけど、なんかその自分の趣,趣味思考。んじゃ、なんでお前はキャンプに行きたくないのか、好きじゃないのかってな、あ暑いとかさ、なんかさ、自然があんま好きじゃないんだよ。日光もあんま好きじゃないしさ、朝早くは嫌だしさ、キャンプってさ、夜遅く、 朝もずっと遅くっていうのと絶対真逆、真逆でしょ朝、朝早いでしょあれは多分。もう日が明けたらもうなんか活動開始で、夜は日が暮れたらすぐ寝るみたいな、すげえ健康的なマックスなあれだと思うんだよ。でも最近私結構なんか朝さ、起きんのすげえ早くてさ、なんで夜も結構早くに、ね、なんか眠くなっちゃって寝ちゃうんだけど、 な,な,なんだかよくわかんないけど最近朝早いんでバカッパよく起きるんだよ。なんだろうこれうまたバンバンクバババンなったってことなんですかね。え、今日なんかものすごいなんかあのもうもうもうこれやべえ昼でしょって思ってえって起きたら6時だったんだよ。ええマジみたいな。んであいつら全員起きてこないんだよとかって思ったらもっと6時だったんだよ。えー、って6時なんのかよってあ。そりゃ早いねって思いました。 はい。それで、えー、どうしよう。私、これをね、レビューしようと思ってたのは、あのー、なんだっ,たっけ、あのー、このお茶漬けのやつ、2個も当たってるんで、レビューしようと思ったのよ。でも、なかなか全然、なんか、ご飯を炊いて、そのご飯で、お茶漬けを食べるに至ってないんだよ、全然。朝昼って食べてなくて、夜お茶漬けってちょっと寂しいじゃん、みたいな感じで、うーん、なんか、 いましたんでね。ちょっと。で、あとは、6月が忙しかったんで、7月はちょっとなんかあの、ちょっと前半休んでから、あれかな、活動しようかなと思って、何の活動って、いや、何の活動って、もうそんなもういちいち言わないよ、もう。なんかさ、そのマニア、な、なんかこう、なんだろう、すべてが、 聞いてみたいとか、参考にしたいとか、参考になりますとかだったらいいけどさ、ストーカーっていうのは、まあ、恋愛感情がなくても、取り付いてくる変な奴っているんだよ。でも、それ、それもほんと嫌だからさ、なんか、なんか変なもんに取り付かれる星に生まれてるらしいからさ、マジに。え、今度はどんな変な奴に取り付かれたのとかっ、ね、て聞かれるんだけどさ、取り付かれるとはとかって。 私聞かれたんだけど、いや、まさにその、取り付かれるっていう言葉が、ぴったり、なんか好きだから追いかけるストーカーとは違って、なんか明らかに嫌ってるくせに、嫌いなくせに取り付いてくるって、もう神経がわかんないんだよ、私。嫌いな人を追い,追いかけたいって気持ちにならないから。目の前に嫌いな人が現れたら、もう裏口からでも逃げるタイプだからさ、会いたくないとか喋りたくないとか見たくないとかっていう方に走る多数派なんで、 嫌いな奴がいたら、あ、嫌いな奴だとか言ってさ、写真撮ろうとかって思う気にもならないからさ、その辺ほんとなんか気持ち悪い奴ってね、あの、普通の思考と全然違うから気持ち悪いんだよ。マジに。はぁ、あ、これが当たって、今日はね、ちょっとせっかく晴れたんで、昨日は、えー、ケンケンの、ケンタの病院に行って、なんかケンタね、結構なんかあの、 口の病気で結構なんんか痛々しいんだよちょっとな、記録をね、残しとこうかなと思って、今、セブンちぶのすけの方の動画にアップしてあるんだけど、ケンタの、ハニニズミケンタの闘病生活っていうので、なんかだんだん、だんだんなんかケンタ、あの、口の、口の、これこれ、これね、電車に乗ってる時で、そ電車のアナウンスとケンタっていうのも、 ただこれだけだと面白くないんだけど、電車のアナウンスにケンタが寝てる姿だから、通院してるなっていう思い出にちょっと撮っとこうと思って。で、口の病気なんで結構顔が腫れてきてて、なんかちょっと痛々しかったりするんだよ。ご飯とか食べてる姿とか。うーん。なんかケンタもだいぶおじいちゃんになってきたのか。 移動中とかもなんかこのほのぼのとこで寝てたりとかしてます。で、今、ケンタはですね、アニコム保険で、今3年、もう、うちにお迎えした時からアニコム保険入ってて、5割負担の保険でした。5割。なので、えー、病院に行って請求が、 半額負担で,でもあの、結構アニコム保険って優秀でもうペットのクリニックで「アニコム保険使えますか?」って言われて「はい」って言うとあの病院側がアニコムに請求をかけるから負担する時にもうすでに半額の支払いでいい感じです。 で、ケンタの資料費なんですけど、これね、初心料とか、そういうのはまた、あの、かかったりとかするんだけど、あと、まあ、ミルクとか、その、食事とかの、あのー、ものとかはまたお金が変わってきたりとかするんですけれども、ケンタちゃんがどこを見せたらいいかな。この辺はいいかな。この辺。 んた、えー、ちゃん、ケンタちゃん、えー、新最新料1300円、内服薬1300円、内服薬3っていうのが抗がん剤です。抗がん剤2週間で5940円、割と高いですけど、これも半分。 負担で済んでいるっていう、そんな感じですね、うん。内服薬 A っていうのが、抗生剤、口の中がちょっと痛々しいので、抗生剤で、あちょっとせっかくなんで、うずらの、うずら、うずらとケン、ハリネズムケンタの闘病生活、ケン,ケンタじゃなくて、うずらの。うん、今日はね、 ウズラ、うず,うずらのハゲについて語ったやつとかがあるんです。うずらのハゲについて。うずらのハゲについて、どうやったらうずらのハゲを治せるのかっていうね、感じで、ちょっとウズラ、ちょっとハゲてる子がいるんですけど、喋ってる間、何も画像がないのはちょっと寂しいので、この,あのハゲてるうずらの子、 今日またあれ買っちゃってな、この子をさ、あのー、ちょっとこのハゲを直してあげたいなと思って、あ新たなグラスハーモニーっていうのをまた一個買いまして、うずらって本当になんかの、仲が悪いので、仲が悪いっていうか気が強いんだよね。そのここ結構頭もハゲてて、この辺とかもハゲてるんだけど、仲間につつかれたのか、自分でぶつけて、 ダメなのか、食事がちょっとダメなのか、ストレスなのか、ちょっとわかんないんですけど、あの、元気なんだけど、ハゲてるの、このハゲをなんとか直したいっていうので、ちょ、まあ、どうしたらっていう、ちょっと手厚いこと手厚くやってみようかなと。なんかまあ、油っこいものはダメだとか、そういうのを語ってる動画なんですけど、うずらの。なるべくストレス与えないように、このカメラで撮ってても、 うずらを自分のカメラに、こういの、ベストポジションに行かせる感じじゃなくて、もうこれ、全員ゲージ別々なんで、もううずらをなんかもう、意のままに、で、私がカメラでこまだから映したくないところも映ってしまうっていうね。それちょっと、あれなんですけど。いや、アニコメ保険の、ガンのお金、ガンの薬が、 5,900円でそれ高いとか安いとかの感覚じゃないんでもうできることは何でもやってあげたい中で考えて考えて健太は抗がん剤治療にしようって思ったわけですよ。で昨日がちょうどあの通院の7月1日の,あの診察にしたので平日にするとなかなかあのチビスケルの学校をあのずっと。 途中で抜けたりとかしなきゃいけないので、一人で行けよって話なんだけど、ちょっとあの、チびすけにも全部、あの、健太の会議の人はちびすけなんで、話を聞いてもらって、ちょっと命と最後までちゃんと向き合ってもらいたいなと思ってるんで、病院には一緒に行くんだけど、あの、放射線治療とか、放射線治療、手術、抗がん剤治療って3つある中で、 ええー、まあ、二つが、その麻酔毎回しなきゃいけないと。まあ、手術だったら、ま、麻酔して、その腫瘍を切り取るんだけど、まあ、動物なんでね、小動物なんでね、人間と違って、どこまで、その腫瘍を取り切るかっていうさ、あの、ところ。人間でもガ取り、取っても腫瘍が、あの、 残っっててて転移ししとかってあるわけでしょで、ょ小動物だからもしそれで麻酔自体でもリスクがあるわけでしょなんか麻酔でちょっとそれがショックでなくなっちゃうとかのケースがあったりとかあとはそのご飯を食べるにも実語人間でも多分実語あて言っとあの私もなんか扁桃線取ったことあってあれって。 食べ物どうだったのって言ってもすっかり覚えてないからどうだったか覚えてないんだけど人間って嫌なこととかあんまり覚えてないうーんでも覚えてるのと覚えてないのとその人によっては違うっていうのはあれもう相当嫌な思いをしててもう,もうムカついてムカついて忘れないこともあるし。 すごい痛かったけど忘れてとか、例えば出産とかなんかも相当痛くて嫌っていうかあの思いをするわけですよ。あの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 普通自然分娩とかだとブーっと、まあ、開いて何時間もかけてあれ開きっぱなしです。人に見られながら何、何、ね、看護師さんとかさ、お医者さんとかさ、何人もに見られてさ、あれもうすごい恥ずかしいでしょで 出産の時もあれもさ、まあ、早く終わる人と遅い人といるけど、私は丸二日かかったから、相当あれは恥ずかしいし嫌だし、相当痛かったわけだから、んでも姉の痛みを今覚え出して言ってくださいって言われても、覚えてないよしか言えないしね。なんか、いいところで記憶っていうのはなんかその、あれをずっとなんか痛いところをさ、はーって思い出してたら辛口しょうがないじゃん。 返答の時もどどうだだったかあんんまり覚えてないんだけどケンタにそれをやるのはちょっとかわいそうかなと思ってで実後のその回復もどんな感じで回復するかっていうのを人間みたいに症例があるわけじゃないからで薬とかも全部なんかハリネズミ専用っていう薬がないのでその辺もちょっとネックだったりするんですけどね放射線治療とかの時も放射線だったらって思うんだけどやっぱ放射線の時もやっぱその 放射線自体の精度も動物用なんで、レベルは相当低いらしくて、で、費用も、はむちゃくちゃ高いらしいんです。一回やるのに何万円とか、手術は何十万とかのレベルで、で、あの、注射をして麻酔をして、それで目が覚めないっていうリスクとかがすごい一番怖いなと思って、あと、実合とかのやつ。で、も消去法で、じゃあ、 まああとりあえず緩和ケアみたいな感じで痛いところを痛くなくしてっていうよりは少し踏み込んだなんかがんの治療の抗がん剤いった方がいいかなと思ってあとはもう現実的にハリネズミは寿命が3年なので、まあ、よく4年って書いてあったりとか10年生きたハリネズミとかってあるかもしれない。 けどそれももうかなりのまれなケースでだいたいハリネズミの、えー、まあ自分たちが飼ってちょうどハリネズミ自体が今電車になりましたね自分たち <laughs> ハリネズミ自体が3年でなんかこう人区切り来てるなっていうのが分かるんでああハリネズミって3年なんだって言われたらハリネズミを飼ってるものとしては三3年なんだっていうのはちょっと、うん、認識はしてるんですね。 だからうーん、もう高齢のなのに、手術して術後でご飯がちゃんと食べない、その一つ一つのご飯で、体重がね、全然違うんでね、人間の何十キロとかっていうのと、動物の600グラムとか、1キロに満たないさ、スグラムの子がさ、1食食べない、2食食べないでも相当弱ってくるから、 それを考えたら、抗がん剤かなと。で、抗がん剤でもあんまり切れないですねって言われてるんだけど、まだね、治療始めて3週間目で、えー、なので、まだ抗がん剤の、その、なんかあの、効き目がバリバリに出るっていう感じではないと言われたんだけど、まあ、結構見てると結構つらかったりとかします。なんか、そういうので、ね、昨日とかね、結構。 元気なかったんですけどね。あの、健太の現実っていうのかな。なんかだいぶ、でも先生がすごいなんか優秀な先生で、やっぱりその、専門医の、もうここが最後の鳥です、みたいな感じの手術の設備とか、あとは、入院とかもできて、うーん、犬猫じゃなくてね、エキゾチックアニマルの専門の、あの、もう、 専門医なんですごい丁寧ですごいなんかあの技術とか知識とかとあとあとはその人間力のあるもう動物のね獣医になろうなんていう方はもうね見た目からしてね地慈愛に満ち溢れてるような人なのでそういう人だってもう健太とかのさ口とかのさあの腫瘍とかを見て手で触診とかして。 それで、こんな、まあ、コロナとかがあって、まあ、収束したにしてもあの一応匂いで甘い匂いがしたらあこちらもちょっと腫れてますねとかさそういうのとかもう人間力がなかったらできないわんなのって思うくらいなんかもうじ自分の中でなんかもうすごいなこの先生って思う全然年齢は若そうな先生なんだけどまあ人間力のある先生だなみたいな。 まあ、それが分かるんだから、健太はね、すごいなんかその先生に対してですね、好意を抱いちゃって、おじいちゃんでさ、もうガンなんだよ。ガンなのにさ、おじいちゃんなのにさ、先生に好意を抱いちゃって、あの、先生に向かって、ああ、ああ、ああって口痛いんだよ。ああ、ああ、みたいな感じで、結構ぐりぐり迫っていったりとか、あと先生が手で、え、健君、健君とかってやるとなんかあの、バインってして、なんか、 おおいいケンタケンタみたいな、そういう一幕があったりとかするんですけど、えー、まあね、生き物っていうのは、うん、生まれて死ぬのが生き物だからね、朝は我が身でも来るからさ、そういう点とかをいろいろ考えたら、なんかこう、ちょっと割と昨日はちょっと切なかったなぁ。うんまあでも ケンタはなんか生命力が結構強いハリネズミなのでなんかご飯とかの口が痛そうでもなんか果敢に食べていたりとか今はだいぶ硬いやつが食べれなくなって徐々にハケシアというミルクとか、うん、なんか。 水っぽくしたやつ、まあ、あんまり口で噛まなくてもすぐ食べ物を食べてるんだけど結構なんか「食べる食べる」みたいな感じで食べてるところを見ると生命力なんか生きるっていう感じで前向きに生きてるんだなーと思って、まあ、そういうのを見てると本当になんかあの病気で苦しんでたとしても生きるって言ってこう頑張ってるちっちゃい小動物を前にしてやっぱりもう。 本当になんか辛いことがあったとしても、安易になんかその生きるのをやめてほしくないなぁ、みたいなことをまで考えて、なんかちょっと昨日はなんか、ちょっとなんか、あれになりましたよ。うん。あとはなんか、底意地の悪いやつとかって、結構なんか、あの、言葉で嫌がらせとかするじゃん。簡単だから。んか手を下せば、それはなんかあの、手を下すことをすれば自分が捕まったりとかする、捕まるっていうかまあ、 誹謗中傷とか名誉毀損とか嫌がらせとかに関してもあの最終的には捕まるとは思うんだけどでも意識が低くできるのが姑息なやつがやるあの手段がそういうやつじゃん。なんとなくなんかもうすごいなんかあの北海道のさあの子のことをすごい思い出しちゃってなんかふーっと頭の中に。 思い出してきちゃって、ああいうなんかこう集団でもいじめにかかるとか、本当になんか、あといつまでもいつまでもなんかさ、なんかその嫌なことをさ、うん、だからお前は何やねんっていうようなことを言ったり、まあ、まあ、でも何もその、と、その当人のその辛いさ、一体、もう一番のもう死にたくなるくらいの辛い時の、 なんか気持ちになったらもう,もう言葉にもならないのかもしれないですけどなんとかねそれをこの乗り越えられるような,なんかふてぶてしさじゃないけどなんか強さを持ってほしいなって思ってねなんかねいろんなことを考えましたその命について考えるとやっぱりなんかこう一生懸命頑張って乗り越えてる。 健太を見るともういろんなことを考えてでそのなんかその寿命っていうものが寿命っていうかなんていうのかなその病気でさなんかこう亡くなるとかっていうののさあれをさ早めるべくさ嫌がらせをするやつもうほんと撲滅してもうなんか厳罰にしてもうほんとなんかあのなんとかすべきだなって思いましたわ本当に気持ち悪い。 で、私は検証の、えー、本日はですね、あの、もう天気がいいので、ちょノンフィクションのレビューとかも <laughs>、ちょっと、んサボって、お出かけして買い物しようかなとあ、思っております。ということでですね、あの、まあ、キャンペーンに応募しなければ始まらないんですけど、おそらく7月は、えー、まあ、月曜日、 はまだ流通が始まっいつつ整ったりするのが火曜日とかだと思うのでよく火曜日ってスーパーの生鮮品野菜とかがあの店頭に出揃っていいのが売られるわけじゃないですかなので火曜日ぐらいからですね あの、はがとかが出始めると思いますんで、去年7月の検証何があったかっていうのをも、思い出せねえんだよ。申し訳ないけど。でもさ、も自分の中で、もうこの検証って思ったら、カルビの大収穫祭とかのさ、ハガキが出始めてるのが夏ぐらい、8月ぐらいから出,出始めたとか、そういう記憶はあっても、昨年のこと、1年前、 のことであっても覚えてることと覚えてないことっていうのはあるんだよマジにこんなのああすべてをさ覚えて生きていったらさうんこう人間やってらんないで生きている中ではいいことと悪いこととあってでできることなら嫌なことはなるべく早く忘れてあのいいことはなるべく覚えてるようにっていう風にさこう気持ちを持っていかないと。 うん生きてるうちの嫌なことの方が多いわけだからさ、なんか自分の中でさ、そ、忖度していかないとダメなわけだよ。嫌なこと、嫌なことはさっさと忘れて、いいことを、なんかこう、10倍ぐらいなんか、やったーって思いながら生きていくっていうのがさ、それが最大のさ、あの、ことだと思うんでね。で、幸せそうに生きてる方が、運がこう、向いてくるっていうのは、あるんで、うん ということでですね。あの、まあ、どうせにか当たったの2個しかないんで、それを元に1時間喋ろうって言われてもさ、やっぱりその時のさ、まあ、気持ち的なもの、やっぱりちょっとあんまり、なんか、剣とかのやつあんまりけ調子良くなかったりとかするんでね、それなんだけどね。うん。でも私、ほら、ハリネズミ、検証生活なわけだからさ、でも元気なハリネズミいるん,いるんで、桜が元気だから。あいつ懐いてないんだけど。 懐いてないけど、なんか、だんだんなんか、最近、なあの、ハリネズミ桜も、中高年の部類に、ね、入ってきたんで、7月は桜が3歳になりますから、3歳って、さっきハリネズミ3歳いでって言うでしょだいぶハリネズミ桜もちょっと丸くなってきたかな、みたいな。もっと尖ってたから、あいつ。うん、なんか、うん。あさあ、この動物に向き合ってるさ、姿でさ、 ここはもうそこ意地悪いさ、ただのさ、土下地のバカなさ、あ、土下地でさ、そこ意地悪いババアかどうかぐらいさ、わかねえよマジに。ケチだったらさ、動物保険とか、アニコムとかにお金払わないし、動物が病院に、あ病気になったって、このなんか、あの、若いお店とかでいろんなことを削ってまって、お金もすごいかかってまでいかないさ。 動物飼ってる人って、ものすごい、なんか動物に対しての愛を向けられる人って、ものすごいなんか、私はなんか、素晴らしい人だと思うよ。本当に。もう感銘受けた人がいたんだよ、最近。すごいなんか、やっぱり動物愛護か、みたいな。もう、もう、本当になんかね、動物愛護までいける人ってね、やっぱりもう、気持ちが優しい以上のものを持ってないと、無理なんだなっていうのは、ちょっと本当に感銘受けたね。 あいや、本当に。だから、ちょっとあの、だいたいちょっとかなり性格悪いやつ、だいぶ、だいたい動物飼ってないとか、動物すら飼えてないっていやつは多いと思うよ、マジに。あちょっと、ほんと、勘弁してって。なーわけでですね、本日もちょっと1時間動画を喋り続けられませんですが、もうも行きたいから、出かけたいから。 あの申し訳ないですがまたあの何かございましたらですねコメントとあとはあのブログもなるべく移動を電車にして書けるように頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いしますいい願いしもなるべく頑張りますということでご視聴ありがとうございました